どうもこんにちは、まこちゃんです。今日はですね、非常になんていうかなやる気がありませんしゃべることがちょっと思いつかずにですね、非常に鬱っぽくなっておりますので、今日はあんまり特に喋ることはございません。やばいね、なんか喋ることないな。ちなみに前回の動画で毎日投稿しますって言ったんですけども、それじゃあいつからか言ってたのかな、言ってたかもしくは間違ってたかあれなんで、1月1日からね、新しい動画始めたいと思います。新しい動画じゃないや、毎日投稿にしたいと思いますので、もうしばらくお待ちいただければと思います。はい。で、さらにね、7月、でさらにね、チャンネル名も変えようかななんて言ってたと思うんですけど、変えます。はい。まあ孤独なデブ人生チャンネルはちゃんと自分をね、端的に言い表した名前だけども、やっぱりね。暗いよねまあそうなんだろうな、自分を例えてる名前としてふさわしいものにしたつもりなんで、そういう意味では合ってると思うんだけども、まあやっぱりね、せめてチャンネル名だけでも明るくしたらね方がいいんじゃないかななんて思ったんで、ちょっとね「孤独なデブ人生チャンネル」改めね、今のところ最有力候補は「まこちゃんち」っていう。まこちゃんの家って書いてまこちゃんちっていうチャンネル名にしようかなと思っておりますので、今ね登録されてる方ちょっとね、表示が変わると思うんですけども、くれぐれもね解除だけはしないでいただいて、中身は変わらないのでね、まこちゃんちにして、しようというのが今、最有力でございます。まあ、何かしらチャンネル名変えます。でそれに合わせて壁紙とかもちょっと変えようかなみたいな。とか思ってますんで、はい、名前だけ変わるっていうのをちょっと事前にご理解いただかないと、間違って解除とかされるとねへこんでしまいますので、くれぐれもよろしくお願いしますはい、でも変えない方がいいのかなまあいいや一応変えたいと思う、名前だけでもね明るくしていこうと思って、はい、こんな感じでございます。で7月からまた毎日投稿するって言ったんですけども、まあできればオープニングとエンディングも新しいものにしようかなと思ってます。まあ確か孤独なデブ人生孤独なデブの人生って入っちゃってんだよね、タイトルオープニングとかにね。なんで辺も7月から一新したいと思っておりますので、是非ねもう少し少々お待ちいただいていただければなと思います。はい。ただいかんせんね、ちょっと今日本当になんかね鬱っぽいっすね、久しぶりに。ちょっと孤独なデブの鬱シリーズがね上がってると思うんで、ちょっと見ていただくと分かるんですけど、あんな感じでね、プレイリストに孤独なデブの鬱シリーズあるんで、ちょっとよかったら見てもらいたいんですけど、あんな感じで鬱になるとね、たまにこうになっちゃうんで、それの序章になってる気はするんで、ちょっともしかしたら全部台無しになるかもしれないですけど、はい、そんな感じで本当に中身のねえな今日はでもちょっとギア入んないんでね、またちょっとギア入れ直して、はい、上げないとねやっぱいけないんでね、ただギアが入らないっていう状態なんで、また頑張りたいと思いますんで、はい。すいません、ダラダラとすみませんでした。まあこういうチャンネルの動画なんだけどねコンセプトはこういうダラダラしゃべるはい、すいません。というわけで、まあ一応お知らせとしては毎日登録お知らせしたかったこととしては、毎日投稿は7月からっていうことと、あとチャンネル名変わりますっていうことと、あとオープニングエンディングはわからないけど、まあもしかしたら変わりますということで、その3つだけお伝えできれば今日はもう十分でございます。はい。やばいな、鬱っぽい、はい、もしかね、あの孤独なデブの鬱シリーズ続編が一応ファイナルって形で終わってるんですけども、まあ2がねあるかもしれないんでまあ取るもんないけどね、鬱で取ることはない。あれよくできて、俺はあれもうちょっとね、まあまあよくできてるっていうか、まあまあそのまんまだけどね、まあいいや、はい、ぐずぐずすみません、最後までご清聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは。